このうち赤泊地区の杉の浦では神浦祭りが開かれ、小地姉妹と大地姉が家々を門付けして回りました。3匹の獅子が太鼓を叩きながら舞う小地姉妹は、離れ離れになっていた親子の獅子が巡り合った喜びを表現していると言われ、400年余り前から伝えられています。長さ10メートルの大獅子も続き、無病息災などを願っていました。待って、ほら、丈夫で頭良くなりますように。ありがとう。怖くなかった。いい春のスタートが切れたなと思います。ありがとうございました。家族が健康で1年過ごせますように。佐渡市では今月、およそ100カ所で春祭りが開かれ、様々な伝統芸能が披露されます。